どうもこんにちは、とくさんです。今回もコマンドブロックの解説になります。今回はですね、以前ちょっとコメントでいただいていた、球体を、弾を作りたいっていうね、コメントをいただいたので、それをやってみたいと思います。じゃあまずは、セットブロックコマンドで空中に1個ブロックを置いて、コマンドブロックをね、ゲットしたいと思います。give コマンドでコマンドブロック。こんな感じで設置して、エグゼキュートコマンドを使います。エグゼキュートで @e エンティティですね。これ @p じゃなんで @p じゃないかっていうところもあるんだけど、とりあえず後で説明するんで、これ @e にしといてください。ちょっと重くなるのが嫌だったら @p でもいいですけどね。でこんな感じで、コマンドブロックのところの座標を打ち込んでください。-25、14、9のところですね。あとはフィルコマンド。で、今回はキャレットじゃなくて、チルダじゃなくて、キャレットを使います。キャレットで、こんな感じで打ち込んでください。そうすると、ちょっとね、ログを消しますね。こんな感じで、自分の視線の方向に、ブロックがバーッと敷き詰められますよっていうコマンドになるので、これを使えば簡単に弾がね、作れるんですけれど、ちょっとコツがあってですね、さっきキャレットのところを3とかね、-3にしたんですけど、この数字が大きいとですね、外から見たときにあんまり美しい玉にならないんですよね。ちょっとこんな感じで、どっちかというと正方形に近いんですよね。ということで、もう一回試しにやってみますね。セットブロックコマンドで空中にブロックを置いといて、そこにコマンドブロックを設置します。はい。で、エグゼキュートコマンドで、@e の、p でもいいですけどね。自分の座標を調べて、2-18 の45だったんで、打ち込んで、フィルコマンド、キャレットの11、11の半径で弾を作ります。今回1に変えています。1。で、隣のキャレットには-1にすると。そうすると先ほどよりは、面積が小さいというか、敷き詰められる面積がちょっと狭いというか小さくなりましたよね。ということは、細かい球体が作りやすくなってるってことなんで、ちょっと早送りしますけどね。この感じでやるとどうなるかっていうと、はい、できましたね。できたらコマンドブロック破壊して、外に出ます。1と-1だと大体こんな感じですね。さっきよりは玉っぽくなってますよね。遠くから見ればかなり球体に近いですよね。もう一回やってみましょうか。今度ね、1よりさらに細かくしてみます。次はね、0.5 ぐらいでやってみようかなと思います。最初のセットブロックコマンドはいらないっちゃいらないんですけどね、これね。とりあえず座標だけ入れてください。エグゼキュートで、ここに打ち込む座標が大事なんで。473848と。で、フィルコマンドで、キャレットの10。今度半径10にしますね。で、TNT を敷き詰めてみます。0.5 にしますね。で、隣は-0.5 にすると。そうすると2ブロックずつ敷き詰めるんで、もうちょっと細かい形ができてきます。で、この辺のね、好みは自分の感覚に任せたいんで、皆さんそれぞれ好きな数字入れてみてください。数字は小さい方が細かいですからね。綺麗な球体を作りたかったら細かい数字にしてください。細かい数字、小さい数字にしてください。まあ、こんな感じでちょっとずつ敷き詰めていきますね。はい、まあ、細かければ細かいほど時間もかかるので、はい、またさらにね、綺麗な玉に近づきましたよね。このぐらいだったら結構綺麗じゃないですか。僕は 0.5 ぐらいがちょうどいいかなと思ってます。作業スピード的にもね 0.5 ぐらいがいいかなと。で、今度はこれを使えば東京ドーム型もね作れるんですよ。以前ドームを作るコマンドを紹介したんですけれども、こっちの方が、まあ、手動ではありますけども簡単かな。以前はアーマースタンドをねこうぐるぐる回しながら作ったんですけど、今回自分の視線の先にブロックをね引き詰めるんで、まあ、思い通り作りやすいかもしれないですね。今度は雪のブロックで敷き詰めたいと思います。ちょっと雪のブロックの ID を調べます。スノーか。スノー。で、ここでなんでエグゼキュートコマンドで @e にしてたかっていうと、これ @p だったらばプレイヤーの視線の先なんですけど、 @e にすることでこうやって牛とかのねモブの視線の先にこう作れるんで、自分が何もしてなくても勝手にこうドームを作ってくれるんですよ。牛がね、牛じゃなくてもいいんですけど、もうちょっとね牛の量を増やした方が良かったかもしれないです。なかなか終わんなかったんで、結局は自分でやる羽目になりましたけど、牛とかねモブの量を増やせば、エンティティの量を増やせばもっと早くできると思います。まあ、自動的に作ることもできますって感じですね。あと E なら。じゃあ外出てみましょうか。コマンドブロック破壊して、まあ、外から見たら、まあ、こんな感じでドームも作れますよと。10とか11でやりましたけど、あの数字をもっと大きい数字にすれば大きい球体を作ったりとか大きいドームを作るのも簡単にできますよ。はい、こんな感じで、今回の動画がもしお役に立てたのであればグッドの評価とねチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。Wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't